皆さんこんにちは、リテラメディカの武部です。今日はですね、スライドボードでエクササイズをするときにこういうシューズカバーっていうのが必要なんですけども、今まで持っていたものとは別にですね、このハンドカバーっていうのとシューズカバーっていうのを、新しく購入しましたので、まあ、その使い勝手などですね、ちょっとレビューできたらと思っています。そしてプラスでね、これを新しいものを使って少しエクササイズをしてみたいと思います。通常ですね、スライドボードを購入すると、まあ、こういうシューズカバーっていうのが大体付属でついてまして、まあ、これをですね、足にこうかぶせてこう滑るようにしてですね、下半身のエクササイズをしたり、まあ、手につけてね、上半身のプッシュアップなどするときはこういうふうにシューズカバーを、まあ、手にかぶせてですね、これで、行うことができたんですけども、まあ、今回はですね、まあ、別々のものを、シューズ用はシューズ用、ハンド用はハンド用という形で、別々のものを購入してみまして、まあ、実際にね、これを使ってみて、どうなのかっていうところを、お伝えできればなと思います。はい、では実際にちょっと開けていってみたいと思います。今から私も初めて開けますので一緒に見ていきましょう。これがハンドカバーですね。ちゃんと手の形になってますね。スライダーボードとロゴも入っております。これがハンドカバー。じゃあこっちがシューズカバーですね。はい、形が全く違いますね。手と足ちゃんと形に合わせたものになっています。どちらもね、スライダーボードとロゴが入っております。今まで使ってたのがね、これなんで、もうちょっとね、ちゃんとしてるように、見えますね。で、素材ですね。素材も結構違います。こっちはなんか、今まで使ってた付属のものはビニールっていう感じなんですけども、こっちはちょっと、なんて言うんですかね、水着みたいな素材ですね。水着とかスパッツみたいな素材で作られていますので、何かしっかりしてそうなイメージはありますね。はい、では、ちょっとつけてみましょうかね。手をつけてみます。まずハンドカバーかな。これがロゴが上なのか、ちょっとねこういう赤い、引っ掛けるフックの引っ掛けるところがありますので、こういう感じですかね。これどっちにつけても同じような感じですね。はい、滑る感じは同じような感じです。今までね、この足のやつでやってましたんでね。あ、でも滑る感じは、同じぐらいですね。でも若干今までの方が滑るかもしれないですね、感じ的には。はい、で足もつけてみましょう。これもね、どっちが前かちょっと分かりませんが、だいぶなんかゆとりある感じですね。でも結構足全体を包み込んでくれていい感じですね。はい、こんな感じ。今までのやつもね、つけてみましょう。今までのやつはこんな感じですね。まあ、この滑る感じはほぼ変わらないように思います。はい、ただこっちの場合はまあどちらもフリーサイズなんですけど、若干ね、新しいこっちの方が大きい気はします。なので、まあ、今まで男性の方で結構足のサイズが28とか29ぐらいある方は、これ結構ねパツパツだったんですよね。そういう方でも割とこっちの方がいいんじゃないかなと思います。ちなみに私のこのシューズサイズは 26.5 です。はい、それぐらいのサイズだともう十分大丈夫ですね。ただまあ逆にね、あんまり足のサイズが小さい女性の方だとちょっと大きく感じるかもしれません。はい、なのでね、まあサイズ違いなどがあればいいんですけども、まあ今のところはフリーサイズしかありませんので、まあね、両方ちょっとちっちゃめ大きめっていう感じで持っててもいいかもしれません。ただまあどちらのシューズカバーも大体のサイズの方にはフィットすると思います。特別ちっちゃいとか特別大きいという方以外は、まあ、ほぼ皆さん大丈夫だと思います。パッと見たところの感想ですが、やはりですね、手
手に使うものはこういうちゃんと手の形に合ったハンドカバーを使う方が、まあ、やはりねどんなエクササイズを行うにしてもちゃんと、フィットすると思いますので、まあ、やはりこれ別の方がいいんじゃないかなと思います。そしてですね、やはり、私自身が使う場合はいいんですけども、まあ、これをクライアントさんにつけてもらうとかお客さんにつけてもらうっていう時にですね、今までこの足につけていたこれをじゃあ手に付け替えましょうというのは、まあ、若干ね抵抗がある方もいらっしゃると思いますので、まあ足と、ね、手がちゃんと別になっている方がいいんじゃないかなと思います。そして、素材ですね、素材は、まあ、先ほど言いましたけどちょっとこっちツルツルしていてこっちはまあ水着とかスパッツみたいな素材になっていますので、まあ、耐久性はねこっちの方があるような気はします。ただちょっとね、しばらく使ってみないとわからないところではありますね。で、あとですねこういうカバーについても、まあ、消毒とかですね、まあ、綺麗に保っていかないといけませんので、今までですね、この付属していたカバーの方はですね、消毒のウェットなので、まあ、こういうふうにね、綺麗にこう拭いていたりとか、まあ、アルコールスプレーをですね、まあ、かけて、乾かしていたりしていたんですけども、まあこのビニール素材だと、まあ、こう拭いた時にね、まあ、きっちり落ちるような気がするんですが、まあ、こういうふうに水着みたいになるとこれがどうなのかなと、これをスプレーしてアルコールスプレーをして拭いて大丈夫なのかなっていう感じもあるんですよね。どっちかというとこっちはなんかネットに入れて洗濯してあげる方がいいような気がします。なので、まあ、その辺ね気になる方は、ちょっとね検討してもらって、決めるといいんじゃないかなと思います。でこの商品に関しては詳細知りたい方はですね、説明欄の方に、リンクを貼っておきますので、まあ、そちらから見てください。これ以外にもですね、もう何種類か違うブランドメーカーさんのものもありましたので、まあ、そちらもね、気になる方は合わせてチェックしてみてください。で付属のものでも、まあ、十分今までねこれでずっとやってきましたので大丈夫だとは思うんですけども、まあ、よりですね快適にエクササイズをしたいとかいう方は、まあ、こちらね新しい方こういうものを用意するのもいいんじゃないかと思いますし、まあねこれね若干あの穴がねちょっと最近開きそうな感じになってまして、まあ、ガタも来てますので、まあ、スペアという意味でもねセットでね用意しておくといいんじゃないかなと思います。はい、それではですね、まあ、実際にこの新しい、ハンドカバーとシューズカバーを使って、少しねエクササイズしてみたいと思います。そしてエクササイズの後にですね、まあ、つけ心地とか、滑り心地っていうところを、またね少しお話しできればと思っています。はい、では少しエクササイズしてみます。
はい、皆さんお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。やはりねこの新しいをつけてみましたけどいいですね、はい、すごくつけ心地良かったです。で、まあ、今日はね数種類だけエクササイズ、紹介しましたけども、他のねエクササイズも、見てみたいという方は過去の動画でたくさんねスライドボードを使ったエクササイズ紹介していますので、そちらの方をぜひ見てみてください。今回実際ね新しいものを使ってみて、まあ、つけ心地どちらも良かったんですけども、まあ、特にハンドカバーですね、今まではこのシューズカバーを手につけてやっていたんですけども、このハンドカバーやはり、ちゃんと手の形にフィットしますので非常にやりやすく感じました。なので、いつもねこのシューズカバーを手につけて、上半身のエクササイズしてるよというような方は、このハンドカバーだけでも、購入されて、使ってみるといいんじゃないかなと思います。特にねクライアントの方に提供しているというような方はちゃんとね別であった方が今更ですけどもいいと思います。はい、まあ、シューズカバーにおいてもねこちらも着け心地良かったので、まあ、合わせてねセットで検討してみるのもいいかと思います。はい、では今日はですねシューズカバーハンドカバー新しく購入しましたのでその商品のレビューとそれを使ったエクササイズ紹介させていただきました。このチャンネルではトレーニングに関する情報そして私のクライアントからいただいた体に関するお悩み相談に対して私がどういう指導を行っているかいつも配信しています。今日の内容良かった参考になったという方はぜひ高評価ボタンそしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。